国際協力キャリアコーチ田中太一の世界を舞台に働こう。この番組は一歩ラボ合同会社の提供でお送りします。アジアやアフリカの10カ国以上で学校建設や教育支援に関わってきた国際協力キャリアコーチの田中です。この番組では国際協力に関するお話のほか、海外で働くことの楽しさ、英語学習のお悩みなどにお答えしています。将来は海外で働いてみたい、開発途上国の発展に貢献したい、そう願う高校生、大学生、社会人の方々に向けて発信していきます。こんにちは、国際協力キャリアコーチの田中です。今回もインド出張の時に感じたことについてお話ししたいと思いますが、今日はインドで見た知的障害者、身体障害者の扱いについて、 The issue of treatment of the mentally and physically handicapped as seen in India というお話をしたいと思います。今回インド出張約1週間あったんですけれども、一つの目的がスタディツアーを作るということでした。それもありまして、有名な観光地をいくつか回って、世界遺産も2カ所巡ってきたんですけれども、特にそういった場所で目にした光景が、観光客目当てに物乞いをする人がたくさんいたということです。特に入り口付近ですね、こういったところにお年寄りもいれば子供もいたり、男性もいれば女性もいたり、いろんな方が自分の前に、空き缶みたいなものを置いて、手を伸ばしてお金ください、物くださいみたいな感じで物乞いをされている人がいました。で、こういった光景は、僕もこれまで国際協力の仕事10年以上してきたので、よく目にする光景ではあるんですよね。特にインドとかカンボジア、ネパール、そういったところに行った時によく目にしたんですけれども、今回はその中でも明らかに、知的障害とか身体障害のある子供が置かれていたんですよね。置かれていたってどういうことかというと、多分子供はあんま自覚がないと思うんですけど、例えば木の箱、子供用の、子供の体がちゃんと収まるような木の箱に軽く毛布か何かを引かれて、その上に障害のある子供が置かれて、その前に空き缶が置いてあったみたいな感じなんですけど、明らかに見せ物として置かれてたんですよね。で、その光景は僕は見るのは初めてはなかったんですけど、今回一緒に同行したスタッフ、彼実はまだ18歳で高校卒業して間もなかったんですけども、そのシーン見た時に、すごいショックを受けたと教えてくれました。まず日本じゃ見ないですよね。そういった見せ物をされている人間がいるっていうことはまず見ないんですけど、それをインドで初めて見て、そのシーンが一番頭に残ってるって言ってました。で、こういった、物乞いなんですけど、もちろん中には、生活費をこう稼ぐのが、自分で稼ぐのが難しいっていうことでしている人はいると思うんですけど、中にはですね、ビジネスとして物乞いしてる人もいるんですよね。これどういうことかというと、物乞いで得たお金の一部、もしくは全額が、裏で、マフィアによって奪われて、マフィアの資金源になってるっていう話も聞いたりします。そう、だからつまり働かされてるんですよね。仕事として施しをもらうっていう仕事として働かされてるということなんですけど、で、これもっとひどいのが、物乞いはいかにこう同情されるか、いかにかわいそうと思ってもらえるかみたいなところが大事だったりするんですけど、物乞いするためにあえて手とか足が切断されたり、あとは硫酸とかでですね、顔をこう変形させたりして、どんどんこう同情がもらえるように体の形を変えていくっていうのもあったりして、で、それで得たお金ももちろん裏でこうマフィアに取られたりするみたいなことを聞いたりします。なんかそういったのを知ると、これも仕事と思ってるかもしれないんですけど、明らかに人間としての尊厳とか人権とかもう踏みにじられてるじゃないですか。だからもう本当にね、解決されるべき問題だなと思いますね。そんな簡単じゃないんですけどね。簡単じゃないんですけど、こういった人は本当なくなれば、いなくなればいいなっていうのは思います。で、ちょっと
学問的になってしまうんですけど、世界には子供の権利条約というものがあるんですよね。児童の権利に関する条約とも言うんですけど、これ世界中のすべての子供たちが持つ人権を定めた条約で、1989年に国連において採択されました。子供の権利条約。これ今子供は国連的には0歳から18歳が子供というふうに言われてるんですけれども、すべての子供に一人一人にもちろん人権があって、大人と同じように扱われるべきだっていうことを言ってるんですよ。で、なんとこの条約を締結している国地域は196もありまして、で、世界で最も広く受け入れられている人権条約で、もちろんインドも加盟してるんですよ。日本も加盟してます。インドも加盟してるんですけど、まあどうしても形式上になってしまいますよね。この権利条約に入ってるからには、まあ、子供一人一人にも人権があって、生きる権利もあって、成長する権利もあって、暴力から守られる権利もあって、教育を受ける権利もあって、まあ、こういう権利が保障されなければならないとされているんですけど、全くないですよね。まあこの権利に、条約に加盟しているからといって、すぐね、理想的な状況になるとはもちろん思わないんですけど、ただ明らかに人権がない状態の子供がいるっていうのを改めて目にして、かつ同行したその18歳の高校生がね、ショック受けてるっていうのを見て、解決されるべき問題だなというふうに思いました。まあ、なかなか障害を持った人をね、社会が受け入れるためには、なんていうか、やっぱある程度社会が成長しないといけないなって思うし、まあ、まだまだそのレベルに経済成長していない地域なんですね、このビハール州は。だからもっと良くなればいいなということを改めて思いました。あ、田村 D。ビジネスとしての物乞いって本当にあるらしいですね。スラムドッグミリオネアというインド映画でもそのシーンが出てて衝撃を受けました。ああ、この映画。そういうシーンあるんですね。そうですよね。なんかビジネスとしての物乞いってあんまイメージないですよね。でも日本で言ったらあれなのかな。よくね、高校生とか女子高生とかにね、売春させるとかね。まあ、日本もそういうなんか高校生ビジネスとか、まあ、世界的に非難されてたりしますけれども、形は違えど、あるのかな、そういう。まあ、物乞いとは違うかもしれないけど、まあ、子供がね、ビジネスとして使われるっていうのは、日本にもありますね。あ、田村 D。日本でも寄付団体の活動の際に、ハンディキャップがあるお子様と一緒に寄付の募集をしていたりしますが、子供の権利という当事者本人がどう考えるかまでもっと私も意識したいなと思いました。ああ、そうですよね。そう、子供の権利ってね、僕今ユニセフの活動にも関わっていたりするんですけど、ユニセフは特にこの子供の権利条約についてしっかり考えている組織なんですよね。子供一人一人にも人権があるっていう風に考えてるんですけど、確かにこのハンディキャップ持った子供と一緒に寄付活動をするっていうね、その時に子供はどう思ってるんですかっていうのは確かに考えないといけないですよね。大人の都合でやってませんかっていうこととか、そういったところは考えないといけないですよね。で、子供にも権利があるっていうことを僕ら大人が意識できると、子供とのね、接し方もやっぱ変わってくるんですよ。で、僕も普段仕事を通じて、まあ、小学生もっと低ければ、まあ、年中年長さんとか中学生高校生にもあったりするんですけど、意見をねしっかり聞こうって思ってますね。で、こう会話とかしてて、こう何か言いたそうなことがあってもなかなか言わないなって思った時には、もう何でもいいから意見言っていいよって一言声かけてあげて、で、僕は何かしら意見を言ってもらうようにするんですけど、なんかそういう接し方は僕はこの子供の権利条約っていうものを、まあ、勉強して知ってからより一層意識するようになりました。もしよければこの子供の権利条約調べればすぐ出てきますし、関心あればぜひ見てみてほしいですね。はい、ということで今回はインド出張の時に見た知的障害者、身体障害者の扱いについて話をしました。それでは。